おはようございます。おはようございます。こんにちは。こんにちは。今日はサポーターのお宅まで、ハッピーターンを届けに行くっていう企画ですけど、はい、初めてですよね、もちろんサポーターのお宅に向かうのは。もちろん、はい。行ったことない。それはないですよね。さすがにね。まあ今から向かうお宅のサポーターの方が、またどの選手が来るか分かってないっていうところで、まあ、行っちゃえばドッキリみたいなもんなんで。俺で大丈夫ですか？いや、そこも自信持ってしっかり。はい。ドッキリも初めて。ドッキリ、まあ人を脅かすとかはあるっすけど、そんなこういうのはないっす。はい。こんな大掛かりのドッキリを初めてってことで、はい、まあ、ドッキリの仕掛け人としてもしっかりやってもらいたいんで、はい、そこは気合い入れていきましょう。任せてください。じゃあ張り切ってサポーターのお宅向かいましょう。はい。アルブレックス。お疲れ様です。お疲れ様です。現場に到着しまして、はい。まあ、今日なんと実は奥村選手だけではなく、まあ、スペシャルゲストとしてちょっとターン王子がいらっしゃってます。お願いします。初対面。はい、初対面です。お願いします。はい、で今日はハッピー王国の方からいらっしゃってるので、はい、わざわざありがとうございます。足を運んでもらってるんでよろしくお願いします。本日よろしくお願いします。で本日サポーターの方に贈呈するハッピーターンが今陣の後ろにあるこのこれですね。これだけの量のハッピーターンが、はい、なんと192袋16箱っていうことで、陣がマリノスの時もらったのが何箱でしたっけ？あれ6箱です。6箱。じゃあその約3倍。3倍の数を、いやこれ食べきれないですよ。これを今日贈呈していきましょう。はい、頑張りました。頑張ります。頑張りましょう。アルブレックス。みんなで祝福しましょうね。盛大に。はい。さっきから壁削ってるの。上の。おお、すごい。王子さん。ハッピー王国の王子様だから、そんな存在に扱っちゃダメで。王子さんす。緊張してる。いや、俺緊張することないでしょ。オーケー。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、お疲れ様です。おめでとうございます。おめでとうございます。はい。何個でしたか？覚えてますか？992。正解です。192袋です。おめでとうございます。おめでとうございます。奥村選手がマリノス戦でマン・オブ・ザ・マッチになってハッピーターン1年分もらったんですけど、その時が5フォアアップだったんで60、今回が16、16個なのでこれの3倍っすね。3回分の、はい、3ゴール決められます。ありがとうございます。この量を誰と食べたいですか？家族と友達と。ありがとうございます。はい。ハッピーターンを食べたくなる時ってどんな時ですか？疲れてる時とか。ちなみに奥村選手はハッピーターンをお好きですか？はい、大好きです。どんな時に食べたい？どんな時に？疲れる時。ありがとうございます。はい、最近一番ハッピーだった時って？これが決まった時。奥村選手にとってハッピーな時。ハッピーな時ですか？はい、いますか？ハッピーです。いや、ガチです。ゴール決めた時よりも。ゴール決めた時、今のが嬉しいです。3名候補挙げられたって話だと思うんですけど、何番目の選手でした実際？1番目。いやー、違うな。ちなみに誰が3名いたんですか？長谷川元選手と宮本選手と奥村選手。あ
か3番目ですね。なんか多分エイジ君、モト君、俺ですね。はい、もうちょっとリアルだったな。リアルですね。リアルな3人だったね。リアルな3人ですね、これ。はい、まあでも嬉しいです、ありがとうございます。どこのが好きなんですか、奥村選手の。奥村選手の、そのやっぱ3人の中に選んだじゃないですか。福島戦、違う、いわき戦の時に友達と行ったんですけど、すごいファン対応がいいのと、あとはやっぱりキレキレなところ。ファン対応、ああはい、覚えてる、いわき戦来てたって言ってた。いや、さすがにわかんないですけど。なんですよ、はい、確かに、はい。あ、もしかしたら、バスの時に。あ、そうです、そうです、って言ってた時ですか。あ、覚えてます、覚えてます。さすがに。実際入ってきた瞬間どうでした？誰か分かってなかったじゃないですか。はい、看護師かなって思ってて、お、昨日のモバールに久しぶりに出たので、ワンチャンそうじゃないかなって思ってます。それはまあでも関係ないですね。たまたま初恋はいつですか？初恋え、そういうやつですか、これ。わかんないわかんないわかんない。アルサム級みたいな。あ、中学校3年生ぐらいですか。どんな、こう。こんな感じでした。おー、はい。名前は？名前言わないです。名前は大丈夫です。それは勘弁してください。このキュンとする仕草。キュンとする仕草は、まあベターっすけど、こういう。勘弁。髪の毛結ぶ時とか、だからコートさんとか結構キュンとくる。あ、確かに。ちょっとチャンス。あ、ちょっとごめんね。はい、人より多いハッピーターンをもらってるけど、それちょっと納得いかないです。2箱ぐらいもらっていかないと。やめて、5個ぐらい。これいいですか？あ、いいです。ありがとうございます。大丈夫です。もう大丈夫です。もう大丈夫か。恥ずかしいです。じゃあ最後なんか握手かなんかで終わりましょう。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。緊張してる俺が。ちょっと手震えてる。なんかなんでやろ。なんか入ってくる前余裕とか言ってました。俺緊張することないっしょ。入ってきてから急に緊張してんじゃん。ちょっと手震えてるな。いや、それはもう。ね、しますよ、それ。じゃあ本日ありがとうございました。ありがとうございました。